かもわかんないか。あの湖の上にいるんですけど、湖じゃないや、あの川の水の上ですね。ダメか、映んないか。癒される。川本っていうところがあるんですけど、そこだと白鳥とかいるんですよ。運が良ければ白鳥普通にいますよ。あ、危ない危ない。毎回見れるわけじゃないんだけど、こっからね、長瀞からね、多分20キロぐらいのところなんですけど、川本ってとこがあって、そこね、白鳥とかいるんですよ。まあ見れる日と見れない日があるけど、よいしょ。あ、危ない危ない。てか暑いな、暑くなってきた。こんな厚着してこなきゃよかった。やべ、汗がやばい。暑いんですけど。めっちゃ暑い。暑い。うわ、自撮り棒っての欲しいな。手が疲れる、これ。漢字読めるよ。綺麗紅葉でしょ。そんぐらい読めるわ。あ、ワンちゃんだ。ワンちゃんがいる。疲れた。普通にアユとか食えたりするんですけど、あ、やべ、靴ひもほどけた。ちょっと待って、靴ひもほどけたんで結ぶ。反射して映ってる俺が。いや、こんな格好してんすよ。これ僕です。なんかさ、あんまりさ、一人で喋ってんの恥ずかしいからさ、すげえ小声でさっきから喋ってんだけど周りにさ、人がいたら恥ずかしいやん、こんな一人でずっと喋ってたら。うん、あー、ふわっきありがとうございます。メロコさん、桜もめこ。アジとか食いたいんですけどね、高いんだよな。あと定食とかになると店の中だからさ、なんか許可とかそういうの必要とか考えたらちょっとめんどくさいんだよね。アイス食おっか。ニジマス、
いじまされかわいそうだったな。でも甘酒、こんな暑い時甘酒は飲みたくないな。ちょっと今日暑いもんね。味噌おでん、あ、安っ、3本200円だって。3本200円は少ないですか。あ、風船ありがとうございます、青りんごさん。まあ、ここからねちょっと離れたところにすごい有名なかき氷屋さんとかはあるんですけど、うん、だからそこをやるんだったら撮影許可とか一応取らないといけなそうだから、ちょっとそこはやめとくよ。あとでもし許可取れたら行こうかなとは思うけど。この間ここ行った、マジっすか。アイス食うか。アイスが食いたい。喉渇いたし、暑いし、アイスが食いたいです。これ買うか。ソフトクリームあった。と超並んでるんだが。次の方どうぞ。電波ここ悪いのか。300円か。はい、ご指導様。はい、どうぞ次の方。気持ち高いな。はい、300円ね。はい、ご指導様。何かあるの？はい、700円のお返しです。はい、どうぞ。ミックス一つ。お一つね。はい、300円です。お待ちどうさま。はい、ありがとうございました。はい、どうぞ。はい、どうぞ次の方。はい、はい、普通のバニラとチョコとミックスがあった。あ、うまい。やっべ、うまっ。喉乾いてたのと暑いからクソうまい。うめえ。300円ちょっと高いよね。なんかあれだよ、マクドナルドとかだとソフトツイスト 100円で買えるからね、税込み。まあ、ちょっと気持ち小さいぐらいで、でもそこそこボリュームあるし、うん、うまいっすよ、うん。あとね、俺の親が働いてた旅館と民宿があるんですけど、そこの民宿のね、あの天ざるうどんっていうのがあるんですけど、あと天ざるそばとか、あれすっごいうまいんですよ。もう気まずいから行かないけど、俺のこと知ってるから気まずいから行かないけど、ここのねうどん超美味しいんですよね。